シンガポールのテーマパークハウパービラにある、ナタ大使が、孫悟空と戦う、最有機の市場面再現ジオラマナタは、道教で崇められている、少年神、もしくは、中国仏教もしくはヒンドゥー教の民は、説話の登場人物である。卓東天皇の三男であることから、ナタ大使、あるいは、ナタ三大使とも呼ばれる。信仰対象としては、大使寺、大使元帥、ラシャ大使、 中段幻水などとも呼ばれ、いくつもの損傷がある。蓮の花や葉の形の衣服を身につけ、剣康剣や、本天、あや、非戦争などの武器を持ち、風飛二輪に乗って戦う姿は、方針演技、西遊記などの民間説話や小説などで馴染み深く、同郷寺院でも、このような姿で表される。大使幻水、宝蔵表記と発音は中国語、なた、ピンイン、ネナエツ法、 ナーヨンザーイチファクアーザ、ローチャハイヤとなり、仏教説話ではナとするものも見られる。いずれも、ナタと読み、ウィキペディア日本語版や、ナタちゃんの流体時では、この発音を採用する。なお、ピン音の日本語表記は、ナーザが近く、上海美術電影作品のアニメーション映画、ナーザの大暴れ、読む中国語世界2008年10月号では、ナーザの大暴れとナーザという表記も見られる。 あのうつとむの、方針演技では読みが名を、ナタクとしているがこれは、あのうばんだけのことである。ただし、あのうばんび、その派生作品である、藤崎流の漫画版、方針演技の認知度が高いため、これに順次、ナタクと読まれるケースも、珍しくない。なお、の文字は、ジス X0208 及びジス X0212 に、含まれていないが、 ジスエックスレニー一三には含まれており1から14から85の符号一が与えられている。インド神話の下級神、ナラクーバラを前身とする。彼は財宝神、クベーラの息子である。クベーラが美写門天として仏教に取り入れられると、息子のナラクーバラもそのバイ神として取り入れられ、ナサン大使の名で信仰の対象となった。 中国における微社門天信仰が高まると、微社門天は、東大初期の武将理性と、同一視され、道教でも卓通り天皇の名で崇められるようになった。それに伴い名大使も道教に取り入れられた。後に、微社門天信仰が衰退すると、仏教では名は忘れ去られてしまった。しかし、道教では、民間説話に取り入れられて人気があったために、忘れられず、次第に、 インドの神であることは忘れられ、同教の神の一柱に収まった。父母、兄弟などは説話により異なっており、説話の発展を示している。通俗最有期に描かれた日本版の名叩し武将をイメージしたオリジナルとは全く異なる外見である。孫悟空と共に独角教と戦う図小説、最有期では、卓通り天皇の 第三大使で、天帝が魔王鎮圧のために、李天皇が理性として俗界に使わされた時の妻、そっち部人の体内に宿らせた子である。前世は、天帝側近の大螺旋であった。三面六臂の術を使い、残やかし剣、妖刀、今しめやかし作、孔彩菓子儀根、修嘉祭、カリンの六種の獲物で戦う。兄弟は、長兄が、釈迦如来の弟子の全部五法。 時計が観音菩薩の弟子の恵み願行者、妹が、帝えまた、命をつけてもらった、自由婦人は宅通り天皇を、父、なたを兄として崇めていた。自由婦人の会には、左手に、右手にの字が浮かんだ姿で生まれ、それを名前としたと、誕生の詳細が説明される。なたは、生後3日目に、歪みの途中で、 裸のまま海中に飛び込んで竜王の水晶宮に行き、香料の背筋を引き抜き、子にしようとした。父、李天皇は高難を恐れて幼いうちに殺そうとした。ため、激怒したあなたは自ら、体を切って、肉を母に骨を父に返上して死んでしまった。父の生と母の血を捨てたその霊魂は、西方極楽浄土に向かい、釈迦如来に訴え、助けを求めた。如来は、 レンの早寝で肉体を作って、騎士改正の神号を唱えて、彼を蘇生させた。生まれ変わったあなたは、神力、法力で九十六道の妖魔を退治するという武勲を立てるが、かつて骨をえぐられた恨みを忘れず、父に復讐しようとしたので、李天皇は如来に助けを求め、如来の鳥なしで、ひとまず和解した。李天皇は、如来より、如洋本法となるシ利リを預かっていて、 この法力で、ナタの復讐心を抑えている。李天皇を、卓東李天皇というのはこのことを指すと物語では説明される。後に、孫悟空が、筆馬恩の役職に不満を持って、天界で暴れた時には、父やその部下の巨霊人と共に討伐に出るが敗退し、表せ二郎魔君を召喚することになる。悟空が、三蔵法師に従うようになってからは、 天帝の部下として天から主教の旅を見守り、何度かその困難を救うこととなる。特に、独角、大王との戦いでは、父、拓桃天皇と共に天海軍を率いて悟空に助成した。もっとも、大王が、今後をを持っていたので、さすがにかなわず武装解除されてしまう。物語の中では、那田大使は経験で忠実な息子としての姿しか見せないが、父は、 息子の復讐を常に恐れており、黄金宝刀を握りしめる描写がある。秋代の神解消説、方針演技では、陳筒見関の理性将軍の第三子。長兄は金、慈兄は木。大異新人の霊玉を入れられた理性夫人が3年6ヶ月で出産した肉笠を、リアス氏が切り裂いたところ現れた。名付け親は、大異新人。7歳の時、 東海竜王高校の純海野社の利量と竜王の三大志公平を殺し、公平の背筋を抜いたことにより父の怒りを受け、罪を贖うために、自らの肉と骨を切り違い。死後母親の夢に現れ、己の暗宮を建てるよう頼んだ。心臓が三年間時うすれば再生できるはずだったが、ことの次第が理性に発覚し暗宮を焼き払われたため、大義新人は、蓮の花に金丹を入れて、 肉体とし、ナタを復活させた。父とは、年頭同人が取りなし和解した。戦況の同志として、父や兄と共に、囚人英に参加し、囲碁将の仙人と戦う。後に三面八肘の姿を得た。本人は、水古殿に登場しないが、地比星、光獣のあだ名が八肘ナタである。光獣は、両山白で、108人中64番目の人物。 ありがとうございます。